夏子、うん、マック食べるよ、うん、お腹鳴った。おはようございます、クルスルナーです。とこんにちは、夏子です。はい、今日夏ルナウィーク2日目です。もう寝起き感見てくれたら分かると思うんですけど、何をしていくかと言いますと、寝起き朝マック、おかえり、おかえり、リターンズ2です。うん、前回寝起き朝マック出したのがめっちゃ前なんですよ。本当に前、2年前とか。そんな前だっけ。1年前だ、うん、結構この企画人気だったので、ちょっともう一回やろうかなっていうことで、夏ルナウィークの2日目に朝マックを持ってきました。あと5分ぐらいで届くので、届いたらちょっと紹介してマック食べていきたいと思います。待っていきます。行きましょう。あ、しゅ。で、ビッグベックファーストにしたの？うん。おえー、一緒じゃん。マック届きました。わーい。私ビッグブレックファーストの安定にデラックスにしました。私は普通のビッグマックデラックス。うんうん。わー、久しぶり朝マック。うん、待って、乾杯。乾杯。いただきます。うん、うん、いただきます。うん、うん、何しゃべりながらやったっけって思うじゃん。私ね、絶対話題に困ると思ってインスタグラムで最近の胸キュンエピソードを募集しました。朝からキュンを補いながらちょっと素敵な一日を始めようかなと思って、ちょっとそれを語りながら、気になってる人に声聞かないと寝れないって言われた。あ、うちうぜえって思っちゃうんだよ。絶対そう言うと思った。したら会いに来いって思っちゃうんじゃ。わ、これ嬉しい。何日もかけて考えた服装を会った瞬間にすぐ褒めてくれたこと。あ、できる男だ。え、てかね、私ちょっとキュンエピソードっていうか、うわ、めっちゃいいなって思ったら、ちょっと自分の素敵なエピソード話してもいい？うん。え？重い。軽いやつだから。いいの？なんか私さ、髪の毛明るくしたやん。てかサプライズで染めたの、私髪の毛を。髪染めたって言わずに会いに行ったのね、うん、そしたら普通さ、え、髪染めたのとか言うやん最初。じゃなくってもう本当に最初の一言目から、え、可愛いって言ってきたの、うん、私その時に最初に髪染めたんだとかじゃなくって、最初からてか一言目から可愛いって言ってくれるんだって思って、こいつできた男やなって思ったってエピソード、うん、めっちゃ嬉しくない？服装を褒めてくれる男の子意外といなくない？ないない。デートとかで、うん、服装褒められたりとかしたらめっちゃ嬉しいなって思う。スキピさんと私も何回も遊ばせてもらってるんですけど、すごいちゃんと思ったこと言うよね。うん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 。別に誰がいても構わず、え、ルナかわいいとか、ルナちかわいいとかうちの前で言ってくるし、恥ずかしがらずにさらっと言えるのはかっこいいなと思う。こういうのもいい。いつも自然にソファー席譲ってくれる。あー、椅子かソファーかみたいな。そうそうそう。あの、ご飯食べた時とかじゃない。先に座る人と付き合ったこと。ガチ？そんな人いんの？やばくはないけど。夏が奥いいよって言ってるのもあると思うんだけど、もうなんかそれが当たり前になりすぎて。あ、そういうこと？それが単に慣れてきて、先頭を切って、ソファーにこう、ドン。別に女の子がソファに座んなきゃいけないっていうルールはないんだけどね。気になってる人から今年のクリスマス誘ってもらいました。おめでとう。おめでとうだね。よかったね。旦那さんに頭ポンクシャされたこと。でもさ、旦那さんっていうのがよくない？彼氏とかじゃなくて旦那になってもそれやってくれるんだみたいなさ、めっちゃいいんだけど。ルナって割と少女漫画っぽいこと好きだよね。え、好きだよ。私少女漫画大好きだよ。もうそういうなんかテンプレートみたいなやつで全然喜ぶ、うん、王道みたいな。うんうんうん。あなた反対派だもんね。いや、反対派じゃないよ。ただそれがリアルにやられるのがって話。うん、どう反応していいか分かんない時が多い。めっちゃ見せた、チャオみたいなやつ。チャオ、懐かしい。なんかさ、分かる、覚えてるかな、ヤンキーのさ胸キュン漫画みたいな。なんだっけな、ちょっと忘れちゃったな。わ、これめっちゃいいです。好きな髪型言ったら、馬先の先輩が次の日その髪型にしてきてくれた。うーん、
天才やん。そういうの嬉しいよね。なんかさ、行動力早くね。え、でもそういうのめっちゃ大事だよね。なんかちょっとポロって言ったことをさ、すぐ実行してくれるとかさ、うんうん、覚えててくれたり、そう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 、これ好きって言ってたから買ってきたとかさ、うん、そういうのめっちゃ嬉しいタイプ私。じゃあ逆になっちゃんさ、なんか自分がいいなって思うやつ選んでみてよ。あ、おはようって毎日言われる。あ、連絡まめな人好きだもんね、なっちゃん。はい、お休みはいらないのよ。おお。お休みはいらないんだけど、うん、例えばこう会話の途中でさ、勝手にどっちかが寝ちゃうじゃん。うんうんうん。で、起きた時に相手からおはよう、でね、なんだかなんだよね、でこう、あー、続いていく感じだ。行くのが好きかも。確かにそれめっちゃいいね。え、じゃあ逆にさ、なんか経験じゃなくていいからさ、もうこれされたらやばいみたいなさ、理想のキューもないの？あなたの好きな飲み物を把握してくれてるところ。あー、いいですね。確かにそれは。例えばドライブします、カフェラテです、スターバックスラテ、グランデサイズ、氷多めですどうですか私か。うち綾鷹なのよ。あ、それはそう。お茶欲しいって言ったら綾鷹買ってきてくれるじゃん、うん、なんかそういうことカフェラテ飲みたいって言ったら、カフェラテのもう問答無用ででっかいのとか、うん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 、いや、そういうのめっちゃそういうのめっちゃいい。え、ちょっとさ、それ関連でさ、まだ好き日の話していい？ちょっと言いたい話がある、うん、はいはい、この前ね、一緒にご飯を食べてたのそこがなんか水がセルフサービスだったの。普通に氷と水入れて持ってくるみたいな、うん、で水取ってくるねって言ってくれて、取りに行ってくれたの、うん、それだけでさ、めっちゃ優しいなって思うじゃん、うんうん、でも置いてくれたのが氷入ってない水だったの、うん、でスキビのやつには氷入ってんの、うん、だから私が普段から常温の水を買ってて、うん、冷たい水を飲まないって知ってるから、うんうん、わざわざ常温の水を用意してくれて、うんうん、こいつ神かよって思ったの、うん、すごくないそれ。すごい。しかもさ、なんかなっちゃんとかがさ、そういうことやってくれるのはさ、わ、うん、かるよってか、いやこいつやっぱわかってるわって思うけどさ、うんうんうん、男の人でさ、そんなことできる人いるんだって思って、やっぱ覚えてくれる人なんだね。え、そう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 、最高やなって。100万点あげちゃったもんね。え、そう、氷入れないでくれたのって言ったら、うん、なんて、うん、あ、こういうのもいいよね。なんか当たり前かのように缶ジュース開けて渡してくれる、うん、なんか入って出すんじゃなくてペットボトル開けてから渡してくれるとかさ、うわー、こういうのもいいな。電話かけていいって聞いたら、いいよとかなく電話かけてくれたこと。あーなんかさ、こういう男の人って絶対どこどこ行くとか、何したいとかじゃなくて、ここ行こうとか、これやりたいって言ってくれるタイプの男だと思う。そういう男って最高。決めてくれるのね。そうそうそう、なんか聞いてくれるのももちろん嬉しいんだけど、うん、私さ、決断力ある男の人結構好きなの。行動力と決断力のある男性が私はすごく好きです。会いたいから。え、会うでグダンの一番腹立たない？めっちゃわかんの。グダってる時点で会う気失せる行くなら準備するし、来るならなんかやるし、うんうん、なんかこのすっぴん娘メガネのやつが再来してて嫌だいや、なっちゃん寝起きめっちゃ可愛くなったよ。なんか前がブスだったわけじゃないけどじゃないけど、あの声捨ての時とかと比べたら全然今の方が可愛い。すっぴんやばかったもん。化け物だよね別に前も可愛かったんだけど、あれはあれでなんかあどけない感じが、今の方がいい意味ですっぴんとメイクの時の差が縮まった気がする。スーツ姿にメガネかけて車運転してる姿にキュン。わかる。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いいね、スーツいいよね現場系のお仕事の人と付き合ってた時とかは、うん、作業着見てキュンキュンしてたもん。ちょっとあの、いいですか、私も同じこと言おうとしてました。私服と違う、やっぱそう、仕事着みたいなやつってさ、やっぱちょっとなんかかっこいいと思うよね。わかる。やっぱあの元からかっこよかったのにな。あのあれ言ってた人、あいつかっこいいんだよ顔は顔だけはマジでかっこいいの。顔だけはっていうということで今日はこんな感じで食べました。今日は朝から胸キュンエピソードを見ながら、胸キュンエピソードを話しながら朝マックを食べました。もうね、朝からこんな美味しいものをお腹いっぱい食べて、胸キュンエピソードで心満たされて、もう完璧な一日が始まりそうっていう感じです。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今回の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。夏休みウィークまだ2日目で、あと5日分ありますので、よかったらそちらもこの後も見
てくださいお願いします。と、なっちゃんのチャンネルでも上がってますので、こちらも見てください。よろしくお願いします。この動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ごちそうさまでした。おやすみなさい。